名古屋大学出版会は1982年に任意団体として設立され、中部地方のさらには我が国の学術、文化の振興に寄与するため1985年に財団法人化された大学出版会であり、中部地方を軸に広く全国の大学、研究機関の研究者による研究所、大学教科書等の出版を行っている。これまで、 名古屋大学を中心としながらも、愛知教育大学、名古屋工業大学、愛知県立大学、名古屋市立大学、愛知学院大学、金城学院大学、杉山女学園大学、中京大学、中部大学、名古屋学院大学、南武山大学などの各大学が理事、評議員を出してきた。その意味で、名古屋大学出版会であり、名古屋大学、 出版会ではない。ただし、出版会の本部は、名古屋大学校内にある。公益法人制度改革に伴い、2012年に一般財団法人となった。1998年、あずさ会出版文化賞特別賞を受賞。また2006年には、学術分野での先駆的出版活動に対して、中日文化賞を受賞している。研究所。 大学教科書を中心に、大部の著作も積極的に刊行するのが特徴で、2021年3月、現在で、出版点数は1022点、受賞件数は218件に及ぶなど編集には定評がある。中部11件の大学に在職する研究者の優れた研究成果に対する観光助成制度を有する。1982年に、 任意団体として設立され、その後、中京地区の政財界、18の大学、名古屋大学同窓会、卒業政党からの寄付金により1985年に財団法人化された。名古屋大学校内にある事務所は、名古屋大学出版会が建設した上で、名古屋大学に寄付し、賃貸料を支払って使用している。ありがとうございます。